フェデリコ・カルロス・グラビーナイ・ナポリドン・フェデリコ・カルロス、グラビーナイ・ナポリは、アメリカ独立戦争期からナポレオン戦争期にかけての、時代のスペインの帝徳。トラ・ファルガーの海戦に参加し、そこで受けた傷が元で死亡した。ドン・フアン・グラビーナイ・モイカーダとドンナ・レオノオル・ナポリー、モンテ・アポルトの息子として、シチリア島のバレルモで生まれた。フェデリコの家系はもともとシチリアに続く家系であった。 ナポリシチリア王国の中スペイン大使であった叔父の助力により、フェデリコは12歳の時に士官候補生としてスペイン海軍に入った。彼はまずフリゲート、サンタ、クララの候補生としてブラジルで勤務した。この航海においてサンタカタリーナ付近の偏僻な小島にあったアセンシオントリでの降伏を受け入れる際に、彼は最初の指揮権講士の機会を得た。 1777年には、ラプラタ川で、ボート事故にあったが、大部分の乗組員が推死した中、生き延びることができた。1778年に、スペインに戻り、アルジェリア海賊を取り締まる船の士官として勤務した。その後、最初の指揮官であるジーベック、サンルイスを得て、1779年から1782年に、かけて、 ジブラルタル包囲戦に参加した。海議官長に昇進すると、グラビーナは当時イギリスの支配下にあったメノルカ島に遠征し、サンフェリペ要塞への攻撃で名を上げた。その後、他の功績も加わって、グラビーナは官長に昇進した。1785年には、アルジェリア海賊を討伐する戦隊を指揮した。1788年に、帰任する。 フスフエフェンリ大使を乗せてコンスタンティノープルを訪れた。スペイン王カルロス三世放魚にあたってはグラビーナはフリーゲートパスを指揮してそのニュースを植民地にもたらした。その際彼はカディスから中央アメリカのスペイン領までの最速記録を達成した。1790年にグラビーナは戦列艦パウラの指揮権を与えられオランからの避難に関わった。 同年、グラビーナは初めて艦隊式の才能を示す機会を得た。ルートカ危機においては、グラビーナは過去200年で最も大規模なスペイン艦隊を組織した。しかしその危機は、結局、外交手段で解決された。1793年、グラビーナはイギリスのサミュエル・フッド提督の指揮下にあるスペイン艦隊の実証として、トゥーロン後位戦に参加した。 イギリスと同盟関係にあった。この期間、彼はイギリス海軍の規律と戦術を研究するためにポーツマスを訪問した。スペインへの帰還に際してグラビーナは4隻の船隊を指揮するよう命じられ、活発に革命フランスとの戦いを繰り広げている地中海で勤務した。帰還はエルメネヒルドであった。1796年、スペインは フランスとサン・イルデフォンソ条約に調印して講和し、イギリスと敵対するに至った。グラビーナは、ドン・ホセ・デ・マサレドの戦隊で戦った。1801年には、西インド諸島のサント・ドミンゴに派遣され、フランスのシャルル・ルクレール将軍の配置進行を支援するスペイン艦隊を指揮した。グラビーナは1804年、中フランス大使に任命された。彼は、戦争が起きたら、 直ちに軍務に復帰するという条件でこの任務を受諾した。パリにいる間、グラビーナはナポレオン一世の戴冠式に立ち会い、また、フランスの海軍大臣、デニス・デクレと良好な関係を築いた。グラビーナは、スペイン海軍をナポレオンの支配下に置くフランスとの協定の交渉において主要な役割を果たした。スペイン王カルロス四世は、 グラビーナをその功績により、スペイン艦隊の司令長官に任命した。グラビーナは、カディスに戻り、1805年2月に、軍艦、アルゴナウタにその正気を挙げた。ナポレオンは、イギリス侵略を起とし、ゴドイの政府に命令を発した。グラビーナは、フランスのビルヌーブ帝督の指揮下に置かれた。その任務は、イギリス艦隊をおびき出すために、カリブ海に進出することで、 それによってナポレオンがブローニュシュルメール付近に待機させた18万人の軍隊にイギリス海峡を渡らせることが目的だった。しかしその偽装は望んだ効果を得られなかった。ヨーロッパへの帰還の際にフランススペイン連合艦隊はロバート・カルダー・帝テのイギリス艦隊に迎撃されスペイン艦隊はフィルメとサンラファエルを失った。開戦後艦隊は ビルヌーブの命令でナポレオンの計画に反してカディスに退避した。待機していたフランス軍は船に乗り込むことなくヨーロッパの内陸に移動し、その多くはアウステルリッツの戦いに参加した。カディスにおける同盟両国の関係は良いものではなかった。グラビーナと他のスペインの指揮官はすぐに出版することを望んでいたフランス側に対し、 状況が好転するまで待つよう主張し、激しい議論を戦わせた。グラビーナは人員不足の艦内の大熱病の流行を懸念しており、また、フィニステレ・岬の海戦において、フランス艦隊から十分な支援が得られなかったことにも意恨を持っていた。結局、艦隊は1805年10月20日にカディスを出版した。それは、 トラファルガーの海戦の前日のことだった。海戦でグラビーナの機関、プリンシペデアストリアスは同時に3隻のイギリス艦に攻撃された。メンマストとミズンマストは打ち倒され、作具や砲はズタズタになった。午後3時半ごろ、グラビーナは武道団によってサワンを粉砕された。敗北が迫っていることを察知したグラビーナは、 機関の周りに何とか十隻の艦を集め、カディスまで牽引させて戦場を離脱した。この結果にもかかわらず、グラビーナは最高の位である海軍元帥に昇進した。しかし彼の傷は完全に得ることなく、1806年3月9日、49歳の生涯を閉じた。死の床でグラビーナは言った。グラビーナの死に対して、 ジブラルタルクロニクル紙は次のような賛辞を送った。ナポレオンは1805年8月11日の手紙に次のように書いた。グラビーナはカディス、サンフェルナンドのマリノスイルストレス大聖堂に埋葬された。オランは当時スペインが占領していたアルジェリア地中海岸の町1790年10月大きな地震があった。北、アメリカ。 バンクーバー島のヌートカイリエにおける通称の確保と大保選の賠償などをめぐってイギリスとスペインが戦争直前まで至った紛争。ありがとうございます。